そいつは突然やってきた。私は魔女ルルモ、お前は2日後死ぬ。はあ？魔女が持ち物を人間に譲ることは禁止されている。これは禁錮130年の刑だ。来る、もうじき。待てよ、そんな重要なもんだったのかこれ。心配するな、60年間狭い部屋に閉じ込められていた。じっとしているのはもう得意になった。そんなんで俺生きながらいでも息しねえよ。返すから吐けよな。ダメだ。なんでだよ、60年ぶりに自由になったんだろうが、まだ牢獄に戻ってもいいのかよ。人前でパンツを履くのは恥ずかしい。もう